相馬大作事件とは、文政4年4月23日に、南部藩士、下留秀行信を、首謀者とする数人が、参勤交代を終えて、江戸から帰国の都についていた津軽藩主、津軽安子親を襲った暗殺未遂事件。秀行信の用いた別名である、相馬大作が事件名の由来である。ずさんな計画と、事件前に裏切った仲間の密告により、 津軽康氏を親の暗殺に失敗したため、秀行臣は南部藩を出奔した。後に、秀行臣は幕府に捕らえられ、獄門の刑を受けた。広崎藩主、津軽氏と森岡藩主、南部氏の確執は、戦国時代の末期から安土桃山時代、広崎藩初代藩主である大浦亀信の時代に橋を発する。もともと、大浦氏は、 森岡藩主となった三の兵士と同じく南部氏の一族だった。この大浦氏に、九慈氏から養子に入った大浦亀信は、1571年に挙兵し、同じ南部一族を攻撃して、津軽地方と外ヶ浜地方及び、ぬかの部の一部を支配した。さらに大浦亀信は、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐に際して、当時の三古南部士当主。 南部の武長に先駆けて参陣し、所領を安堵されて、正式に大名となった。このような経緯から、森岡藩主、南部氏は、広崎藩主、津軽氏に対して、遺婚の念を抱いていた。ただ、津軽氏側は、南部氏とは異なる羊であることを主張していた。1714年には、両藩の間で、檜山騒動と呼ばれる、境界線封儀が起きた。これは、 道の区国ぬかの部軍の平時政法の烏帽子だけ周辺地の貴族に関して両藩が争った問題である。広崎藩は規制事実を積み重ね文書類などの証拠を整備して一件を仲裁する幕府と交渉したのに対し森岡藩はこれにうまく対応できなかったためこの地域は幕府により広崎藩の貴族と裁定された。この処置は森岡藩に不満をもたらした。 なお、この一件は、相馬大作事件の107年も前の出来事である。事件の前年の1820年には、森岡藩主、南部利隆氏が39歳で死去。利隆氏の養子、南部利用が14歳で藩主となるが、若年ゆえに、未だ無意無感であった。同じ頃、広崎藩主、津軽安寿親は、ロシアの南下に対応するために、幕府から、 国宝警備を命じられ、十四下に除任された。また、事石士により、広崎藩は表高十万国となり、森岡藩を八万国を超えた。森岡藩としては、過信筋、格下だと一方的に思っていた広崎藩が、上の地位となったことに納得できなかった。通称相馬対策、本名は、下戸進むまである。下戸氏は、本姓は、兵士。 平野正門の子孫である、相馬氏だ根の末裔である。氏だ根の八世の子孫である後院の四、男種、茂の子の種生が、昌平年間、南部市に仕えて、南部の家中になった。下留というのは、現在の岩手県福岡から七、八キロメートル西北に、ある村であるが、ここに住み地魚百両で合名を取って、下留市を名乗るようになった。その後、 数代を経て、下戸総兵衛、常高に至る。下戸総兵衛、常高死去は、上郎漆を扱う平野屋を起こし、一代で交渉となり、さらに安永年間二数度の献金により二百国となり、森岡支配福岡居住となる。下戸総兵衛の子が、下戸総兵衛である。道の区国二国軍福岡の森岡藩士。 下留宗兵衛の次男に生まれた秀行き心は、無類の帰還、坊だったが、病弱であった兄が、父母に、家督は弟に譲ってくださいと頼んでいるのを、盗み聞きし、脱藩して1806年に、江戸に登った。江戸では、実家の商売上の付き合いがあった、美の屋に4ヶ月ほど世話になった後、知り合いの紹介で、夏目家に入門することにした。相馬大作は、 夏目長衛門という旗本に指示して武術を収めたが、一年ほどで夏目が1808年正月に文化ロア大の対応で仙台藩兵に0名と共にエトロフ島に派遣を命じられると、次に平山構造に入門した。平山門下で兵法武術を学び、文武とも頭角を表して、門人四傑の一人となり、師範代まで務めるようになった。 父が病気と聞いて帰郷し、1818 18年に、京里福岡の自宅に、私塾平成格を開設する。相馬大作の姉婿の田中建英八八八求、創造、架橋浅上門、田中建蓮氏、一条、小太郎など数十人が入門した。道塾では、武家や町人の指定の教育にあたった。同年10月、道塾は、金郷の近代地に移転する。 平成格は、すべて門邸たちの手によって建設され、公道、武道場、書院、勝手、物置、馬や馬場、水田場などを備えていた。門邸は200人を超え、数十人が平成格に寄居していたと言われている。その教育は出日合憲を重んじ、真冬でも火を用いずに兵所を講じたと伝わるが、展示されている。当時、 北方警備の必要が叫ばれ始めていたが、対策も盆底に、我が国の百年の憂いをなす者は露国くなり、有事の時は志願して、北海の警備にあたり、神明を国家に捧げなければならないと悟していたという。この思想は、師匠の平山構造の影響とされる。ただ、遠州浜松に予定していた、東海第二平成閣が、台風によって海に流されたことや、 有能な財務担当の細井家や次郎が、コロリであっけなく死亡したことから、平成格の経営状態は極めて悪化していた。国道7号線沿いにある、相馬大作事件発生の地。岩抜山1821年、下留秀幸信は、津軽康氏を親に果たし状を送って、時間隠居を進め、それが聞き入れられない時には、悔い片付けなの恨みを報じ申すべくこうと暗殺を、 予告した。これを無視した、津軽安親を暗殺すべく、秋田藩の白沢村岩伐山の関良介、下留創造、一条、小太郎、徳兵衛、案内人の赤坂一兵衛らと、大砲や鉄砲で銃撃しようと待ち構えていたが、密告によって、津軽安親は、日本海沿いの別の道を通って、広崎藩に帰還し、暗殺は失敗した。なお、 物語の多くでは、紙で作った大砲一発を打ち込んだことになっているが、実際には、大名行列は現場を通らず、竹で作った小銃二十門を秋田藩に持ち込んだとされている。秀行新の父、宗兵衛は大吉と吉と徳兵衛という仙台藩出身の刀鍛冶を雇っていた。しかし、彼らは代金が払われないため、仙台藩に帰郷できないでいた。 そのうち、秀でゆの計画を知り、さらに身の危険を感じ、事件の計画を津軽藩に密告した。大吉と吉地、徳兵衛の三人はこの功績により、津軽藩に主官することになる。暗殺の失敗により、秀でゆは相馬大作と名前を変え、森岡藩に迷惑がかからないよう江戸に隠れ住んだ。江戸でも道場を開いていたと言われている。しかし、 バクリの笠原八郎兵の配下の者に捕らえられ、1822年8月、千獣小塚原の形状で国門の刑に処せられる。去年 34? 門邸の関良介も小塚っの形状で処刑されている。一方、津軽や寿司親は藩に帰還後、体調を崩したとされる。参勤交代の道筋を許可もなく変更したことを、幕府に咎められたためとも噂されたが、 寝親屋は久保田で何日か滞在しており、その間に道筋変更の願いを提出したとする記録がある。寝親は数年後、幕府に隠居の届けを出し、その後は俳句などで余生を過ごした。この寝親の隠居により、結果的に、秀行親の目的は達成された。なお、この事件と前後して、森岡藩内では、当主の替え玉相続が、事故による、 不詳のため休止し、まだ将軍おまみ前であったため改役、原報を恐れた、家臣団は、吉次郎に年格行が似たいとこの南部善太郎を、密かに南部利用として擁立したなどを行っており、森岡藩としては、津軽藩の価格云々どころではなかった上、現役の自藩士による、他藩藩主襲撃未遂事件が露呈すると、藩の存続自体が危うくなるような状況であった。 相馬大作一味の行為は、藩を危機に陥れるだけの迷惑な行動であった。津軽藩の記録では、これは南部藩家老、南部兵衛の計画によるものであるという。秀行ゆと、関以外の関係者は、事件後情報が漏れないように、牢に繋がれた。また、秀行ゆの息子と弟は、南部藩に保護された。老中、青山忠道が自邸にて敬意を正した際に、 武士の立場上から、秀行ゆに同情を寄せたという話が残っている。当時の江戸町民は、この事件を、赤浪氏の再来と騒ぎ立てた。事件は後世になって、講談や小説、映画、漫画の題材として取り上げられ、この事件は、道の区中心蔵などとも呼ばれるようになる。民衆は、秀行ゆの暗殺は、実は成功していて、広崎藩はそれを隠そうと、 隠居ということにしたのではないかと噂した。実際は津軽や寿司親は普通に隠居し、その後は風雅を楽しんで暮らしている。この事件は、水戸藩の藤田塔子らに強い影響を与えた。当時15から16歳で、江戸にいた塔子は、相馬大作事件の刺激から、後に、下戸進む神殿を表した。この書の影響を受けて、受学者の吉野金良は、 相馬大作伝を表した。さらに、長州藩の吉田松陰は、北方視察の際に暗殺未遂現場を訪れ、暗殺が成功したか地元住民に尋ね、また長過を演じて、秀行ゆ心を称えた。吉川博文館、国史大事典の相馬大作に関する表伝は、武術を学ぶ一方で、世界情勢にも精通した人物、単なる中義立てではなく、真意は、 国防が急であることから、両家の和親について、自覚を促すことにあったらしいというものであった。平戸藩主、松浦清山は、次義に類すとも運別しと、この一件を酷評している。森岡藩の御用人であった、黒川和馬らが提唱した、忠義の死、相馬大作の検証事業により、南部下防大所である、コンチン境内の黒川家ボ域内に供養費が、混流された。 この供養費には、頭脳名石となる力があるとの俗信が宣伝され、かつてはご利益に預かろうと石刀を砕いて、お守りにする者が後を絶たなかったという。黒川家によれば、道家による補修、建て替えは、数度に及び、現在の石刀は何代目かのものである。病園寺には、秀でゆ真の首塚がある。また、 秀でゆの供養のために1852年10月、南部領森岡に観音寺が建立され、秀でゆの息子が初代住職となった。妙園寺と観音寺はいずれも日蓮招集の寺院。残守で使用された刀、園児国寺は青森県弘前市指定文化財として市内に現存する。また、東京都台東区の谷中霊園には、昇魂碑がある。この昇魂碑は、 歌舞伎役者の初代市川右段継が相馬大作を演じて評判を取ったので1882年2月右段継によって混流された。江戸時代の講談に取り上げられた相馬大作事件の種本や観光物の類は現在は発見されていない。1884年の海新新聞に連載された日垣山名誉秘文が1885年に刊行された。 1888年には、講談、檜山麒麟の一世が、公爵氏、柴田南玉によって演じられ、相馬大作の遊部を持ち上げ人気を博した。相馬大作事件が、大衆に知られて人気が出たのは、柴田の講座からであると言われている。また、檜山十期、相馬大作などの演外も、田辺南竜、雄一、村井定吉などの公爵師によって演じられた。しかし、 この広崎藩を一方的に悪者に仕立てたこれらの講談に対し、不満を抱いた旧広崎藩士らは抗議し、訴訟にまでなった。警視庁は、公演や芝居は差し止め、観光本は発売禁止としたが、抑えきれず、表向きの看板を外した中で興行は続いた。1923年、東京八丁堀では公爵し、神田路山が興行を行った。 1927年には、東京カンドでの宝いこと計、浅草での西おりん喜びの工業などが有名になっている。宝いこと喜びの火山は、相馬大作が江戸両国境場で津軽家のお乗り物に発砲し、潜んじて、貴さらずに逃げるという筋書きであるという。相馬大作を裏切った投稿の一人特命は、身の危険を感じながらも相馬大作を終始にわたって、 手伝い、犯行予定現場まで、相馬対策に同行し、その後相馬対策の行動を、江戸の奉行省や広崎藩で証言して、広崎藩にはその功績によって武士に取り立てられた。特衛の子孫である菊池武雄は、広崎藩が悪者扱いされている多くの相馬対策物の存在を憂い、作家、長谷川真に家に伝わる文書一切を預けた。 長谷川信はその文書から研究を始め、さらに多くの資料を集め、相馬大作物のトンチキさに気づく。長谷川は、小説、相馬大作と、津軽頼もを、大衆文芸史に1943年1月号から1944年2月号まで、連載。さらに、戦後時に触れかけ改めている。長谷川は、自身の小説、相馬大作と、津軽頼母を、 事実に近いノンフィクション小説としている。この小説によって、広崎藩の縁はかなりすすがれてもいるが、広崎藩の反省点も同時に描かれている。津軽氏の出自に関して、広崎藩と森岡藩は異なる主張をしていたが、広崎藩用人の笠原八郎兵衛による江戸での強引な工作に反感を感じた、武行の青山忠道は、わざわざ、津軽家古来、 南部化進化の筋目などと判決文に、相馬大作の言い分を全面的に取り入れ、これを聞いた相馬大作は落類している。津軽頼母は、笠原八郎兵衛と対立する広崎藩の重臣で、より広い視点から事件を見ており、有望な考えを持つ藩士が多い中、思い切った行動を取りながらも、事件を穏便に済まそうとする人間として描かれている。海音寺長五郎。 鉄板総道録、田中建愛吉の祖父岩手県教育会森岡市、部会編、郷土資料、終身家補充教材相馬大作、曽祖,祖父は、細井光沢である。長谷川新相馬大作と、津軽田のも。長谷川慎の相馬大作と、津軽田のもでは、果たし状を送らず、大名行列の前に立ちふさがってから直接隠居を、進める予定であったとしている。 物語では、八立峠とされることが多いが、これは誤りである。現在3箇所に表示があり、八立峠近くにも、史跡表示があるが、これは、吉田松陰の、吉田松陰東北有機伝の記述から来ている。松陰は、犯行現場を地元住民からまた聞きしている。怒り化石村の県境付近にも、史跡表示があるが、これは、 下もめ進む神殿の記述に沿ったものである。また、白沢を狙撃場所とする記述もある。相馬大作のいとこは、白沢と記述しているが、白沢は岩松山のすぐ北の地名であるし、津軽川の資料は、岩松山と記述しているので、長谷川神は、相馬大作と、津軽田のもで、現場は、橋桁集落と白沢集落の間にある、岩松山とした。 岩松山の古障は明治32年の鉄道トンネル開通以降の古障で、それ以前は近くの集落の名前を取って橋下山と呼ばれていた。実家が花輪にあったが、母の成果がある福岡の地に養子に入り、事件時には22歳であった。平成学で、平学や武術を治める傍ら、独学で駅や天文を研究し、 自宅の土蔵の屋根に観測台を作り舞を天体を観測していたという。事件時には29歳。福岡求人の息子で、事件時には19歳の少年であった。花は在住の南部藩の三林順視院。橋下山への参道を案内し、襲撃には不参加。名字は赤塚説もある。仙台藩で、安治や国宝に投稿を学び、東方名を、 万歳暗黒と称した。多くの相馬大作物では大役人とされる。三人の刀鍛冶のうち親分肌の男である。根っからの職人だが、芝居などの芸能にも通じていた。大吉は、事件後、広崎藩に主管し、佐々木大吉と名乗る。大吉は後に二百国で、津軽藩に主管することになる。直接、 広崎藩に暗殺への警告文書を渡したのが、岸地である。南部藩にいた頃は、南部藩主と同じ字があることから家兵と名乗った。岸地は、野辺寺を越え、狩場沢人所に書簡を届けた。岸地の祖父は、関脇宮城の金之助である。岸地は、広崎藩に200国で主官し、小島家兵貞勝と改名した。岸地の義理の息子は、小島左近帝国で、 広崎藩の渋滞の中隊長を務めたが、野平寺戦争で戦死した。小島左近の孫は、小島恩の進で、明治16年青森県市藩学校を卒業後、明治17年には、同校社長、明治19年に、同校共同、明治30年に故郷に戻った後、第59銀行取締役、津軽銀行監査役を歴任する。大吉の弟子である特命は、 秀行ゆと現場まで一緒に行き、後に暗殺未遂の実態を江戸の奉行所や広前藩において詳細に語った。特衛は百国で津軽藩に仕管した。ABC、北は歴検し論集に笠原は、早道のものと呼ばれる恩密を森岡藩、仙台藩などの各地に派遣し、事件の全容及び犯人の動向の調査に当たらせている。 1830年に作成された笠原八郎兵の彩色木造が残されており、広崎市指定有形文化財に指定され、広崎城資料館に展示されている。後になるが、藩主根イオの浪費を止めることができなかった笠原は、散財の責任を問われ、天保元年に治療半減と秩居の処分を受けている。隠居までは、事件から数年も経た後であり、隠居後は、 悠々自適に風流を楽しんで暮らした。牢につながれたのは現場まで行った、下留創造、一条、小太郎、赤坂一兵衛の三人。北町奉行から彼らを江戸に差し出すように命じられた南部藩は獣神団が相談して出奔したと報告しておいて牢につなぐことに決定した。赤坂一兵衛は実行犯ではなく命令書に名前がなかったので花輪に返された。 下留目創造と一条小太郎は16年後に、牢から出され、それぞれ宗助と太郎という町人とされたただし、南部音声に関しては、半量内視察の結果、著しく酷評している。秋田1970年6月1日号、流泉昭子は、岩手県水沢市出身の作家で、剣豪を造語した。山田風太郎には、相馬大作が登場する。 会議に超根獣津軽忍法長、春無平、剣紀という女、大稲る伊賀者などの多数の著作がある、北は歴剣士、論修二相馬大作事件と、八立峠の御殿、1995年、和下に豊か。ありがとうございます。